始まりました。少量チャンネルの翔太です。今回はですね、実は今日4月11日はりょうさんの誕生日でございます。で、今りょうちゃんは買い物に行ってるんですけども、実はね、こちらじゃーん、これバルーンで、この壁にハッピーバースデーって貼って、で、驚かせたいと思います。それでは、やっていきまーす。終了。それではりょうちゃんの帰りを待ちたいと思います。ひょうにょ、もうすぐ帰ってくるかな。ただいま。おかえり。遅かったね。うん、ちょっといろいろ見てたら遅くなっちゃった。ありがとう。なんで撮ってんの。なんで撮ってるんでしょうね。何撮ってんの。こっち来て来て。うん。おほほほほほほ。すごいね。うん。すごいでしょ。かわいい。え、翔ちゃんやったの。そうだよ。いいでしょ。すごい。え、こんなのあったんだ。うん、あった。かわいい。ありがとう。はい。座って座って。なになに ちょっと待って。何よ。あ、すごっ。かわいいこれ。じゃーん。何それ。じゃーん、見て、ケーキですね。中身見てみる。うん、見たい。見て、じゃーん。見づらいね。りょうちゃん書いてある？おめでとう、ケーキでーす。ありがとう。はい、かわいいよね。かわいい。うん。ちゃんとハッピーバースデーりょうって書いてある。うん。かわいい。食べる？食べる。スプーン？うん。じゃあ持ってるよ。はい。あー、気をつけて。うん。はい。はい。はい。食べて食べて。いいの？どうぞ。いただきます。あれ？ハッピーバースデー歌って。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear りょうちゃん。Happy birthday to you. イエーイ、ありがとう。どうぞどうぞ、いただきます。あー、すごい。あ、うん。おいしい。硬かったね。ちょっと安すぎたかな。ちょっとね。まあでも、これも食べてみていい？うん。ケーキじゃない、チョコレートアイス。うん。美味しいね。美味しい。うん。うん。これうまいぞ。美味しいな。うん。いいね。美味しい。うん。これしばらく食べれるね。うん。少量って言ってんだろ。はいはい。いいね、シワシワ。あ、すごいいい匂いがする。これ日本酒っぽい匂いもしない。あ、そうなのかな。はい、今回は甲州のスパークリングワイン。乾杯。乾杯。おいしい。うん。ありがとうね。いや、こちらこそありがとう。いや、すごい。なんかさ、去年の誕生日の時はさ、草津温泉に連れてってくれてさ、そうそうそう。うん。そこでもね、スパークリング
飲んだよね。そうだったね。飲みながらね。あったね。今年も行きたかったな。本当はね、行きたかったけど、うん、でもさ、まあこの時期しょうがないからさ、うん、まあこうやって家でさ、お祝いしてくれるのもめちゃくちゃ嬉しい。うん。今度翔ちゃんの誕生日の時はさ、なんかどっか旅行とかできたらいい。うん。そう願ってる。ありがとう。うん。あとイベントもしたいな。うん。そうだね。レインボープライドなくなっちゃったからね。うん。次、翔ちゃんの誕生日の時はどこがいい？旅行行くなら。へぇ、どうしようかな。でも旅行ももちろんいいけど、うん、まあ家でゆっくりでも本当？いいし、うん、それとかあとはやっぱイベントができたら、うん、それで祝っていただけたら十分嬉しい。ああ、そうね、うん、まあ二人でいたらまあどこでもいいっていうのもあるよね。うん、ね、まあ計画立てようぜ。うん。うん。酔っ払っちゃうこれ。美味しい。今日はさ、やっぱお祝いだからいろいろ。うん。美味しそうなものも買ってきたから。うん。うん。二人でお祝いしよう。うん。うん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 。